政治の理想について幸福実現党宣言2大川隆法前書き前著幸福実現党宣言に引き続きここに第2部として政治の理想について幸福実現党宣言2を刊行することとなった。前著が憲法論を中軸に据えているのに対し、本書では政策とその思想的バックボーンとしての政治哲学、政治思想が明らかにされている。国家の危害などとも合わせてお読みになれば、私が創生、創立した幸福実現党の構想や未来ビジョンが見えてくることだろう。私が専制独裁国家より古代ギリシャ的民主主義の国に憧れ、マルクス的統制経済よりアダム・スミスやシュンペーター、ドワッカーらの個人的自由、企業の自由、自由主義経済による繁栄に軸足を置いていることは明らかである。左傾化しセルフヘルプの精神を失った国民の国家は必ず衰退していく。本書が新時代の自助論括弧サミエル・スマイルズであり国富論括弧アダム・スミスである。未来日本の礎がここにある。2009年6月吉日国史大川隆法目次前書き第一章水平権力の時代ギリシャ的政治理想をめぐって。1政治のバックボーンには根本的な哲学が必要。2政治哲学に惹かれた大学時代。私は大学3年で助手論文の水準を超えていた。私自身の中に存在した2つのベクトル。3人間の幸福とは何か。2種類の幸福感。1活動的生活における幸福。2感傷的生活における幸福。人間の行動レイバーワークアクション。政治の最高の理想は自由の創設にあり。4政治参加における自由と平等。憲法改正ができないなら国民に政治的自由はない。議員の世襲は一種の貴族制。政治参加の自由と平等は民主主義の根本に関わる。反対者を数多く殺すような革命は肯定しがたい。公的幸福の創造は人間としての尊い義務。古代ギリシャの政治家の潔さと寛容さ。5水平権力が自由を創設する。権力は垂直になりやすい。貧困を政治的パワーに転化させたマルクス。貧困をテーマにした革命運動は必ずテロになる。高貴なる魂が政治家になる時代を。第2章政治の理想について。1時代の要請に応える幸福実現党。宗教と政治は内科と外科の関係に似ている。宗教が政治に関わるのは世直しの一環。新しい政治勢力の登場は時代の要請。政治に夢がないことが問題。2徳のある政治家の輩出を。同情や憐憫といった程度の友愛ではそこが浅い。徳には知・仁・勇
が必要。マスコミ必ずしも善ならず。3、公務員削減の前に取り組むべきこと。公務員は仕事の速度を倍にし、行政効率を上げよ。公務員の評価にも能力主義、実力主義を適用せよ。4、同州制の導入には注意を要する。同州制の導入で東京と地方の格差は拡大する。同州制導入によって役所や役人を増やしてはならない。外交・防衛には中央集権型が有利。5、公務員制度と地方分権のあるべき姿。行政の生産性を上げるように努力せよ。裁判員制度はプロ失格の制度。役所はサービス業と心得よ。地方分権という美名のもとに仕事の煩雑化などを許すな。第3章、政治経済学入門、国富増大への道。1、今のままでは日本の農業は危ない。日本の食料自給率は低すぎる。採算が取れず農業をやめる人が増えている。今日本の食料事情は危険な状況にある。2、国として農業再興に取り組むべき。農村部の青年から起業家を輩出させる。農業に新しい雇用を創出し、失業や後継者問題を解決する。農村部と都会の格差を縮めるためにも、農業の再興は不可欠。有機農業、無農薬栽培にこだわりすぎるな。食の安全を守りながら農業の振興を。農村を再活性化させる上で宗教は大きな役割を果たす。3、食料増産により世界の食料問題を解決せよ。今後は水耕栽培型の農業もあり得る。アフリカなどの国を豊かな農業国家へ導く。養殖技術を進め、魚資源を確保せよ。日本の農産物を世界に輸出する努力を。4、日本の国富を増大させるには、他の国の産業を育てるという使命感を持て。日本は航空機産業、宇宙産業を開拓せよ。日本のマスコミは経済が分かっていない。レバレッジこそバブルの根底にあるもの。中央銀行の金利操作で経済統制できると考えることが間違い。マスコミに刷り込まれたマルクス主義。なるべく規制をなくし、各人の力を引き出せ。弱者を救うためにも、国富を増大させよ。第4章、国家経済と人間の自由。1、共産主義勢力を復活させてはならない。人々の嫉妬心が非常に強くなってきている。自由主義経済では、潰れる会社も新しく起きる会社もある。2、近現代の政治に流れる国家統制からの自由。権力の暴走への恐れが政治の発展を生んだ。統制経済は戦時下の配給制そのもの。例外規定がつけば自由は簡単に制限される。国家による一元支配からの自由。転職の多い国はいつも一定の失業者を抱えている。セーフティーネットには一定の限度が必要。3、
日本社会で生き延びている社会主義、私有財産の規定と生産手段の国有化が共産主義の原点、隠れた社会主義である所得の再分配、福祉目的を隠れ蓑にした増税には要注意、私有財産の規定は平等の精神に反する、利益を悪と認定するなかれ、私権の制限が許される場合とは、マルクス主義の本質は嫉妬にある。4、今後企業と宗教が果たすべき役割とは、企業でできることに国が手を出すべきではない。失業者に農業をする自由を与えないのは憲法違反。宗教は社会福祉に対して非常に適性を持っている。宗教に所属することが老後の安心につながる社会へ。規制撤廃と資金供給で企業を繁栄させ、失業者を吸収させよ。店舗や交通機関などが営業時間を延ばせば雇用は増える。5、個人の努力が報われる社会づくりを。自由か平等かと問われたら、迷わず自由を選べ。成功者は宗教的な慈悲の精神を実践すべき。第5章、幸福の具体化について。1、幸福実現党の立党理念。人類幸福化運動が幸福の科学の出発点。国士として日本の進むべき道を指し示したい。幸福実現こそこの政党のミッション。2、日本は3億人国家を目指すべき。3、国際化を進め、第3の外国を。外国人から見ると日本は夢の国。日本語教育を強化し、国籍取得の道を開くべき。世界中から労働者と大富豪を呼び込める政策を。日本は第3の開国を果たせ。4、交通革命によって地球を一つに。全世界を新幹線で結ぶ構想。国産スペースシャトルで日米間を2時間で結ぶ。5、日本から世界へ幸福を広げよう。幸福実現のシステムを世界各国に輸出したい。未来の政党による新しい政治を。後書き、宗教が尊敬、尊重されない国家は、一時期、この世的に発展、繁栄しているように見えても、必ず人権が弾圧され、国民は飢えに苦しむようになっていく。また、正義の根拠を示せないマスコミは、悪しき商業至上主義から抜け出すことができず、民主主義の真の防波堤となり得ないだろう。本物と偽物を分別する知恵が大切である。国民一人一人を啓蒙しつつ、日本と世界を繁栄に導いていきたいものだと考えている。未来はあなた方一人一人の決意と勇気と行動力の上に築き上げられていくのだ。2009年6月吉日、国士大川隆法。